プロジェクト G はアンジールのおふくろさんの実験だった。ホランダーは俺がモデオヘイムで確保して会社に引き渡した。その後は会社から退去を命じられてもう随分経つ。会社はごたついてるらしい。俺の周りにはタークスの連中がいつもいる。偶然休暇が重なったとか言ってるけど、どうだか。でも、アンジールのことやジェネシスのことは、誰も何も言わない。まるで、最初からいなかったみたいに。ソルジャーを何だと思ってるんだ。この先、俺は何と戦えばいいんだ。ソルジャーの誇りって、なんだよ。オイル塗ろうか。そんなことはいいんだよ。なんだよこれ。俺また干されてるのか。息抜きもいいんじゃない。もう飽きた。よし、こっちから連絡する。統括ならもういないわよ。ラザード統括は行方不明。ホランダに資金提供をしていたのは彼だったの。会社のお金を横領してね。あの統括が。ホランダーを取り調べ中だから、いろいろ分かってくるはずよ。何なんだろうな。ん？みんな何を考えてんだろうな。真実はその人の中にしかない。その真実ですら言葉にした瞬間に疑わしくなってくる。シスネ、ちょっとあっち行ってろよ。今度はエアリス？なんで知ってるんだよ。俺は監視されてるのか？監視されてるのはあの子。彼女は古代種よ。世界でたった一人きりのね。知らなかったの？あいつ何も言わなかったから。世界にたった一人きりか。その通りだな。気をつけろ。ジェネシスコピーだ。ジェネシスコピーだってね。アクティベイティングコンバットモード。こいつらまだいたのか。もうジェネシスは。ジェネシスはいるのかもな。はあ？肉体をなくした精神はライフストリームへ帰る。だったらどうよ。星をめぐる精神エネルギー、ジェネシスの精神も今頃は。そのライフストリームからコピーを操ってるってのか。単なる想像だ。さあザックス、休暇終了だ。一緒に来てくれ。ジュノンが何者かに襲撃されている。こりゃひでえ。またジェネシスコピーかよ。好き放題やりやがって。アクティベイティングコンバットモード。
ジュノンには今ホランダーがいる。この襲撃は無関係ではないだろう。まだ終わっちゃいないか。我々は住民を避難させる。お前はホランダーの保護を頼む。俺がホランダーのお守り？敵の排除が先じゃないのか。ホランダーは機密情報を握っている。必ず保護しろとの社長の指令だ。ラザード統括が突然消え、ソルジャーの指揮系統は再編成中。この襲撃はその隙を突かれた形だ。ザックス、ここで動けるのはお前だけだ。ホランダーの保護を頼む。ホランダーはアルジュノン第8層の隔離施設に拘束中よ。上には非常エレベーターで行けるわ。この先の突き当たりを。ザックス、頼むわね。取り調べはまだ終わっていない。敵に渡すわけにはいかないぞ。ああ、わかった。そうしました。ああ、上もう襲われたのか。いえ、市外の襲撃の対応で警備が手薄になった隙に姿を消しました。自力で逃げた、あいつが。はい、まるで襲撃のタイミングを知っていたかのようです。何者かの手引きがあったのかもしれません。居場所は、手がかりはないのか。アルジュノン第6層の監視カメラにホランダー博士が映っていました。ここはエルジュノン第6層なので、この先にいるはずです。アルジュノンへは中央通路のゲートを抜けて直進してください。ゲートはスイッチで開閉できます。了解。お前は怪我人を頼む。はい。ホランダーのお守りは俺に任せろ。
ピーしすぎだろ。アクティベイティングコンバットモード。ホランダめ、待ってろ。Activating combat mode。はい、ハッスル。ハッスル。うわあ。この辺りの敵はほぼ制圧した。ゲートをロックしてここを臨時の避難所にする。そっちは順調だな。こっちはホランダーを捕まえ損ねた。行かなくちゃ。ああ、頼む。あの先は確か飛行場。飛行場から逃げるつもりか。まずい。来い来い来い。そいつらを止めなければジュノンはどうなるかな。あ、くそ、来たね。ゲートを破壊して住民を襲う気か。ホランダ、捕まえたら絶対ぶん殴ってやる。Activating combat mode。
少し敵を逃がっホランダ。今度はサソリ型かよ。ホランダメ、どんなコネだよ。アクティベイティングコンバットモード。ハクレ！ハッ！ブレ！ホランダはあっちだよな。いい加減まずいぞこりゃ。そこまで。さあどうだろう。おい、バカな。やられた。任務失敗。査定大幅マイナスだな。セフィロス、100年ぶりか。あとはタークスに任せておけ。モデオヘイムへ行く途中だったが、お前がここにいると聞いてな。嬉しいな。再び事態は動き出したようだ。世界各地にジェネシスコピーが現れている。なんでだ。ジェネシスコピーは一掃したはず。ジェネシスは本当に死んだのか。
ミッドガルにもコピーどもが来ている。そうか。スラムにもな。俺が許可する。帰れ。おう。じゃあな。また。モデオヘイムがどうかしたのか。ホランダーが使っていた装置が強奪された。ジェネシスだろうな。またすぐに会えるさ。絶対だぞ。君よ、恋願え、命育む女神の贈り物、いざ語り継がん君の犠牲、世界の終わり、人知れず水面を渡る風のごとく、緩やかに、確かに。